はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の分数不等式とグラフについてお送りします。で、今回この2問ですねやりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとか分かんないのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ両方とも不等式を解く問題なんですけど、まあ基本的には不等式解けって言われたら、例えばこれね、小なりで右に口開いてるんで、右辺マイナス左辺っていう式を作って、まあそれが満たすようにみたいな解き方をしていくんですけど、今回はまあグラフをずっとやってきてるので、グラフを使った解き方をやっていきます。個人的にはこの問題はグラフを使った方が楽じゃないかなとは思うんですけど、まあそこは好みは分かれると思うんですが、では行きましょう。で、これですね、まず左辺、まあ両方ともね、左辺が1個前の動画でやった変形を使わないとグラフが書けないんですよ。だからまずこっちも、まあちょっと途中式はね書かされないだろうっていうことを願って、ちょっとはしょりながら書きますけど、例えば左辺やっていくと、これを y イコールにした場合、左辺はちょっと暗算でというか変形しちゃいますね。 3x-1 で 3x-3 になるからプラス4がくっつくと、だから x-1 分の4プラス3になります。で、ここに関しては前回の動画見てください。あの変形詳しくやってるんでね。じゃあそのグラフを書いていこうと。で、まあ、今回グラフ勝負なので、よいしょ、入ってる、 OK。 で、全近線が x イコール、青使うか、 x イコール1と、3か、まず x イコール1なんで、まあ、ここが全近線と、まあ1って書いておくね。で、 y イコール3ですね。まあ、この辺に全近線が来ると。3でございます。で、ここの数字が4、プラスなので、右上と左下に、関数が来ると。関数は、まあ、双曲線がね、来るので、まあ、右上はもうちょっとフリーハンド気味で書いといて、左か。で、これは、グラフを書けという問題ではないので、切片そんなに意識しなくてもいいかなと思います。うん、ただ、x イコール0の方も、両数出せんだけど、例えば、x イコール0、ここに代入すれば、これマイナス4になりますよね。マイナス4プラス3なんでマイナス1。つまり、x が0の時マイナス1ってすぐ出るし、このね、式は、前も言いましたけど、y イコール0の時は、これ y が0なんだよ。ちょっとこっち行こうか。この変形前の方ね。こっちの式の y が0だと。で、分数が分母が x イコール1にならないんで、これ切っちゃっていいんだよね。つまり、この分子イコール0を解けばすぐ出せると。切片が。だから、これ解くと、マイナス3分の1ってすぐわかります。だから、それ意識して書いてもいいんですけど、まあ一応ね、出したんで、書きましょうか。マイナス3分の1と1。なので、まあこんな感じですかね。はい。まあ、使うだったら書き込みます、後で。で、これで左側のグラフが書けましたと。で、もう一個です。今度は右側。y イコールをくっつけて、y イコール x プラス2の式を書きます。ごめん、グラフを書きます。で、これは中学校でやった1次関数です。ね、切片プラス2なんで、ここが切片だと。で、傾き1なんで、まあ、1の3通るよね。ここを通るように、まあ、これもざっくりで構わないです。まあ、こんな直線でしょうと。で、書き終わりました。で、後々、このね、二つのグラフの切片必要になるんですが、ちょっと赤でいこうか。ここね。ここと、ちょっと見にくいけど、ここね。必要になるんですけど、後で入れます。ちょっとお待ちください。で、大事なことはですね、今回、この不等式をグラフで解こうとしたときに、左辺のグラフ、ごめん、グラフ、小なり右辺のグラフってありますよね。その時、口が開いてる方が、そのグラフを比べた時に、上にあるとこ探せよって言われてます、これ。これグラフ比べる時のやり方ね、不等式の。つまり、今回は右側のグラフ、y イコール x プラス2が、こっちのグラフより上にあるとこどこって。で、どういうことかっていう、例えば、ここね。で、今回、イコール入ってないんで、白丸にします。ここより y イコール x プラス2の方が、この双極性のね、
カーブのグラフより上にあるじゃないですか。位置的に上にある。だから、この部分が答えとして有効なんです。この左側っていうのは双曲線の方が上に来てしまうので、グラフが。だから違うと。だからこの部分と、もう一個、こっち側も考えると、ここはさ、双曲線。こっちの方が上に来るでしょ。でも、ここから、ここまでは、右に、まっすぐじゃねえ、直線の方が上に来ますよね。ただ、ここは全近線で切れるので、ここは使っちゃダメです。白丸にしておきます。つまり、今書いた赤の部分、ここが答えとして有効になります。だから、こっから右側って、X のね、最後、不等式解くときに X の答え書くときに、ここの数字が必要なんで、ここもそうですけど。だから、交点の座標を最後求める必要があるっていう流れになります。まあ、慣れてくるとね、どうせ交点使うんでしょっていうふうにわかると思うんですけど、だから今回これ使わないんだよね、ここ。必要ないっていう。いいかな。じゃあ、交点出しましょうっていうことで、まあ、丁寧に考えるんだったら、今ね、こっちのグラフ、あの、双曲線の方は、y イコール x マイナス1、分の 3x プラス1っていうグラフでしょ。こいつと、y イコール x プラス2の、交点を求めたいと。で、中学の時からやってますけど、関数の交点っていうのは連立方程式です。で、解くことができます。で、これ連立解こうと思ったら、結局代入するから、y のとこにこのね、x プラス2に代入すれば、こうなりますよね。つまりこれ解けばいい。だからこれの元々の式のイコールにしたやつを解けばいいよねっていうんで終わりです。では解いていきます。で、これも x イコール1になることがありません。全近線だから。だから両辺に x マイナス1をかけて OK なので、かぶりますね。これ声かけたし、これ掛け算ね。かけると展開して x2 乗。この部分、いっか。いや、残そうか。ちょっと赤で書きますね。交点を求める作業として、展開すると x2 乗、プラス x マイナス2、イコール、こっちはね、分母が切れます。だから 3x プラス1が降りてきて残ると。全部左辺にまとめましょう。x2 乗マイナス 2x マイナス3イコール0。つまり、x マイナス3と x プラス1になるので、x イコール、まあ、二次不等式、二次方程式ね。解けば3とマイナス1になりましたよと。つまり、ここが3で、ここがマイナス1でしたと。交点の x 座標は3とマイナス1って意味だからね、これね。で、さっきも言ったように、じゃあ答え書いていきましょうと。まず左側のここね。マイナス1から1までです。でも両方白丸なので、マイナス1から1までと、3より右側だから、3より x のが大きい部分と。これで終了となります。これがグラフを使った求め方と、なんだかんで求め方でございます。いいかな？じゃあ、まあ、右も同じなんでね、やっていきましょう。じゃあ、まず左辺の方から変形していきます。左辺。y イコール、これちょっとまた喉の調子が良くなくて。x プラス2。で、こうして展開すると 3x プラス6になってしまうので、マイナス6くっつけて、戻しましょうと。だから、x プラス2、ちょっと意図的に上に書きましょうか。マイナス6、プラス3と。こうなります。変形するとね。じゃあ、書いていきましょう。右入るね。OK、元気。よいしょ。ちょっと曲がったけど許して。で、おぉ、曲がってるな。伸ばすか。で、全近線が、まず x イコールマイナス2ですね。マイナス2。まあ、この辺にしとこうか。よいしょ。ここマイナス2です。で、y イコール3なので、ちょっと上の方か。この辺。これは全近線です。で、分子に乗ってるのがマイナス6なので、今回左上と右下にグラフが来ます。あ、左上。まあ、こんな感じにしといて。で、右上も一応、切片ね。なんか、気持ち的にいつもやってしまうんですけど、例えばね、x に0を入れれば、こっちの方か。0を入れれば、あ、これ0か。
原点通るのか。だね。じゃあこれは原点通るんでやりやすいですね。あ、書きやすいですね。こういう感じかな。はい、でございます。で、もう一個、右側が y イコール 2x-1 という直線です。で、切片が -1 なので、まあ、この辺ちょっと広めにしようか。で、傾き2なんで右上に上がっていくと、よいしょよいしょ、まあ、こんな感じですかね。ちょっと今書いちゃったけど。で、まあ、切片は必要になるんですけど、後で、まあ、入れましょう。で、大事なことは、今回は左の方に口が開いてます。つまり、双曲線、カーブの方が直線より上にある部分を探すの。カーブが上ね。じゃあどこって。こっちはもう全く関係ないですね。そう。だから、関係ないっていうか、あれだ。これ、見えなくなるよね。俺の知識悪かった。ごめん。こうなるじゃないですか。で、このね、y と x イコールマイナス2より左側の部分っていうのは、直線でどんどん下に落ちていくじゃないですか。だから絶対にさ、カーブの方が上にあるんですよ。この直線がこいつの上に来ることはないので、ここは全部答えとして OK です。これ OK ね、全部。で、あと右側なんですけど、これは、ここ。これ黒丸にします。今回イコール入ってるんでね。で、黒丸にして、ここの、ここですね。これが唯一直線よりカーブが上に来ます。直線より上にあるからね。でもこっちとかこっちはね、直線の方が上に来てしまうので、じゃあその2箇所求めましょうと。で、そのためには、ここのね、交点の座標が必要になるので、そこを求めたいと。で、求めるためにはこれイコールのやつを解けばいいから、じゃあ解いていきましょうと。で、入るな、いける。これイコールって考えると、両辺 x プラス2をかけます。そうすると、じゃあ先に左辺が 3x になると。で、これ x プラス2かけて、暗算間違えたら終わりやけど、どうしようか。2x2 乗、プラス、みんな、プラス 3x のマイナス2か。はい、結構入ったな。で、これまとめると、2x2 乗、マイナス2イコール0。で、まあ、いっか、これでいい。で、x イコールプラスマイナス1と、こうなります。だから、ここが1、ここがマイナス1なんです。いいかな。では、最後ね、答え書いていきましょうと。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、この左側のこの部分、全部 OK のパターン。これは、言ってしまうと、ここ、まあ、こっちか、こっちでいいか。ここダメです。全近線だからね。ただ、ここより、左だったら全部 OK だよって。いう意味なので、ここ全近線、ここマイナス2じゃないですか。つまり、マイナス2よりちっちゃいのは全部 OK ということになるので、X がマイナス2よりちっちゃいところ全部。そして、マイナス1から1までがね、上に来ると。で、さっき言ったように、イコールが入るから黒丸なので、マイナス1、小なりイコールと、小なりイコール1と。入ったかな？あ、OKOK。これが答えとなります。まあ、最初にも言ったように、なんだ、例えば右辺引く左辺やって増減表書いてでもいけるんですけど、個人的にはこのグラフを使ったやり方も好きです。俺はね。なんで、もしよかったらこのやり方でやってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。例えばこの解き方が好きとかさ、楽しいっていうのをたまに気持ち悪いって言われるんですけど、わりかしですね、自分の好きな解き方とかを押し付けていくスタイルでやっておりますので、まあ、それでもいいっていう方はこれからもね、お付き合いいただけたらと思います。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。